バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも皆さんリクエストありがとう。もうね、レギュラーって言っていいよね。ゲストじゃなくなるかもしれないということで、うちの娘のシノンの登場です。こんばんは。こんばんは。あはははって笑ったね。はい、ニコニコちゃんだね。なんかさっきまで、え、私も出るのみたいな。え、言ってませんよ。言ってないよね。オーラは出してたよ。思わず、あら、似合わない反抗期みたいなね。可愛かったよ。反抗したら反抗されるから。反抗しないと、はい、よくわかってる。それだけはね、私もいいしつけをしたなと思っておりますよ。それだけ。皆さん、ありがとうとかごめんなさいの前に、子供が反抗するって言ったら、こっちが倍返しで反抗しましょう。しましょう。認めちゃったね。まあね、そんな感じでね、楽しく毎日過ごしている陽子家でございますが、夏休み後半になりまして、はいね、あの九州大会が録音審査に変わったりとか、はい、ね、部活の方もね、ちょっとコロナの影響を受けておりますが、しーちゃんどうですか、夏休みどうなりそうですか。いやー、なんかいつもの夏休みよりちょっと楽しみが少ないなと思います。あ、なるほどね、楽しみがね、はい、そうだよね、花火大会もないしね。6月堂には行けたじゃん。はい、行きました。照国神社といいまして、鹿児島県でね、最も有名な神社、最も大きなって言ってもいいのかな、6月堂っていうね、イベントがある神社がありまして、で、あのそこに一緒にね、今年はイベントとか露店が出せないですけどって言って、灯籠を飾ったりとかね、あのそういうお祭りの儀式はしますのでということでご案内いただいたので、ちょっと行ったんですけど、あ、ジンベエさん可愛かったね、しんちゃんね。なんかママの浴衣がなんかギャルみたいで、ちょっとびっくりしたんですけど。そうそう、あのお尻引っ張り出したら高校生の時の浴衣があって、娘はもう学校終わってすぐだったから、着替える暇がないよねって言って、可愛いジンベエさんをね、ちょっとゲットしてたんですね。もうさ、私も高校生以来にその浴衣着たから、もう15年ぶり笑いすぎ笑いすぎだよ、しーちゃん。そうそうだね、まあ、ちょっと、なんて言うんですか、ギャルギャルし、まあ、去年から私はね、ギャルになるって言ってたんですけど、アイドル、アイドルは8月からなりました。そうですね、はい、日本一を取ったご当地アイドルのね、サザンクロスというね、素晴らしいアイドルチームが鹿児島にはいらっしゃいますが、そこのアイドルチーム、そのサザンクロスさんの10周年パーティーじゃなかった、10周年記念イベントね、はい、神々だな、やっぱりちょっとどぎまぎしちゃうね、アイドルになるんじゃなかったのとか言われると思ってなかったから準備してなかった。まあ、とにかく日本一を取ったご当地アイドルのイベントで、私今日からアイドルになりますって言ったら、みんな温かい拍手をくださったのでね、はい、ずっと言ってました。なんかかわいそうなお母さんになってきたじゃん。反抗してみたり、ギャルになったり、アイドルになったり。いや、いろんなお母さんが見れるからいいと思います。そういえばね、最近ちょっと夏休み、あの娘のおかげで寝る機会が増えてね、お昼寝することが増えたんですよ、うん、そしたら身長伸びてんだよね、多分ね、なんかシノン、あ、シノンはなんか、私はあの身長を伸ばしたいのに、お母さんが伸びてるんです。確実に目線変わったよね、うん、私ね、シノン身長低くなったって、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、失礼だよなって思ったけど、しーちゃんがさ、最近さ、10センチくらいのヒールのあるさ、靴を履いたりとか、サンダルを履いてみたりしてるじゃない、はい、うん、で、ママはもともと 170.1、
そうそう、172とかね、なんかそのあったんだけど、171ぐらいありそうだよね、今ね。そうなのよ。まあでもね、お母さんになってしばらくしてから身長も伸びたから170ちゃんと超えたのよね。すごいですね。そう、だから今からだよ、しっちゃん。お母さんを、お母さんになってからってことはもう20歳過ぎてからだったから。今もう34でしょ？はい。余裕だね。いやいやいや、まだまだ20年あとしーちゃん伸びるよ。いや現実が、160までは伸びたいですね。ねえ、まあでもいいじゃん、可愛いから。いいよ、可愛いもん。おじゃす、ちまってしてるもんね。もう傷つくようなことばっか言うんです。しーちゃん伸ばしたいのに。確実に今まあ大きくなってるからさ。あ、はい、なってます。なんか友達のお母さんが、しのんちゃんのお母さんは身長が大きいから、しのんちゃんもこれから伸びるよって。よく言うよね、うん、みんなね、うん、当てもない、うん、そんなそんな来たことない。ね、そんなさ、全くさ、確信なんていうの、なんでもないじゃん。はい、ね、だって身長が高い人の子供、ちっちゃい人いますよ。だよね。はい。全然説得力が。150cmだからね。親が低く、子が伸びる。しのんの場合は反対です。まあでもまだわかんないよ。いろいろこれから作戦を立てて伸ばしていきましょう。はい、ではここで1曲、曲紹介お願いします。夏といえば、ビリーブ、お聴きください。
ぜ夏といえばビリーブだったんですか？いや、夏といえばなんか青春なのかなってあれママからの青春力が伝わってるね。はい、青春っていいでしょ。いいですね。そういえばさ、あのクレヨンしんちゃんのさ新しい映画を見に行ったじゃないですか。はい、あでももうまさしく青春についてさ、うん、語ってたじゃん、うん、最高だったよね。最高だった。今までのしんちゃんの映画で最も好きかなって感じのお互いね、はい、泣けるしね、うん、めっちゃ良かった。皆さんおすすめですので。おすすめです。コロナのね頃合いを見ながらぜひ映画館に足運ばれてみてください。そうそう、クレヨンしんちゃんといえば鹿児島県でクレヨンしんちゃんを放送しているのが KKB 鹿児島放送さんなんですけれども、はい、8月27日ようこまた生配信ライブをね KKB 鹿児島放送の公式アプリカプディより行います。で、生配信ライブなんですけれども、なんと今回は場所スタジオを飛び出しまして第2弾ですね。はい、西福寺というね全国いや世界でとても有名なお寺で、なんと弁財天様という大きな大仏が祀ってある、弁財天様の目の前で生配信ライブ。わおシノもさ住職によくしていただくんだよね、ちっちゃい時からね。はい、はい、で、もともとは私が天文館っていうね、まあ、鹿児島の繁華街をね歩いてた時に CD を持って歩いてたんですよね。でその時にその CD は誰の CD なのっていうことで、まあ、ちょっとだいぶ端折りましたけどね、うん、そういうのがきっかけ で住職の手に私の CD が渡ることになりまして、で、あのなんと私の地元志布志市というところはですね大隅町って言われる土地なんですけれども、そちらにも西福寺 の別のお寺がありまして、そうだからねいろいろとこう接点があるわけですよ。何よりも先生との一番の接点はですね子供好きなところですかね、うん、今年の夏合宿子供たちが10名ほど参加されまして、でそこで私も歌う機会と川遊びも遊びに行ったんですけれども、楽しかったよ。いいなと思いましたね。また来年は一緒に行きましょう。はい、今年はジャンケンマンとチョコちゃんがね一緒に遊びに行ってくれて、先生方も皆さんね喜んでくださって楽しい機会だったんですけれども、まさか今年の夏西福寺で歌う機会をいただけるなんて思ってなくて、うん、しかも KKB 鹿児島放送のアプリとようこの YouTube 公式 YouTube 通して世界中に発信ですからね。はい、もうねどうなるのかワクワクするがよ。ワクワクするがよ。ワクワクするがよ。鹿児島ではですね、西福寺でねちょっとこの曲歌いたいなっていう思ってる曲があるんです。その曲はスイーティーという私の中で一番ゲロ甘なねラブソングでございます。言い方きっとシノも恋愛をしてこれからね、あこの人しかいないわっていうね、なんていうのかな、あの錯覚錯覚をね覚知ったらねこの曲をね好きになってくれるかもしれませんよ。はい、あ、三角じゃないよ違う、直角でもないよ。三角金編の昔とかあえてね、わかるよ、うん、そうで覚えるって書くのよ意味聞こうか大丈夫、まあ、恋愛なんて角度の角角角しーちゃん、はい、ということで、まあ、ちょっと勉強データは後ほどご紹介したいと思います。はい、ではお聞きください。スイーティー愛してるずっとずっと I will love you forever ever 知らなかったの。いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる。その声も腕の中も全部あたしだけのもの。苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね。早く
守り続けよう。愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなるこの世界ごと守れちゃうくらいに愛してる。今週もメッセージいただきましたのでご紹介します。陽子さんにモノマネ上手なしのんちゃんに、イッシーさん、ヒーフーミーズバーのマスターことヒーフーミーです。ごくちゃん、先週は番組冒頭に嬉しいメールとして僕のメールを読んでくださってありがとうございました。ヒーフーミーズバー担当スタッフキャンさんとニヤニヤしてました。ヒーフーミーズバーは毎週ゲストをお招きしてのトーク番組なんですが、たまに番組をジャックしてもらったりするんです。陽子さんが2時間プラスその前の30分番組ジャックするならどんな番組にしたいですか、というメッセージをいただきました。おお、今週もありがとうございます。ありがとうございます。マスターありがとうございます。あのですね、私もありがたいシチュエーション、ありがたい機会をね、もう存分に使ってライブしますね。だってさ、世界で一番ロケーションがいいラジオ局って言われてるじゃないですか。あ、そうなんですね。FM ギノワンは、はい、あ、はいね、なので、はい、もうそのロケーションを満喫しながらひたすら歌うという、ね、いいよね、2時間半。あ、しーちゃんはどうしたい？しのーは見ときます。愛の手じゃん。いいね。じゃあ、あのめっちゃみんなでおめかしして、うん、映像をバッチリ撮っていただいて、あ、うん、でしのんは一言も喋らずに見ときます。でさ、あれでしょ、あの、はい、嵐とか BTS とかのうちわとかさ、ペンライト持ってさ、あの持ってきます。やめて。それこそママハンコ、ちょこんとママのペンライトもタオルも全部持っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい。持っていきます。まあ、こんな感じでね、マスターとねお話ししてみたいですね。はい、沖縄弁講座をしてほしいな。自慢したくない？自慢したいです。よくさ、あの全国あのライブで回るときにですね、はい、皆さんがとてもという言葉を方言でなんて言うのっていう機会とかがありまして、覚えてない？ちっちゃい時にさ、車の中とかでさ、うん、関西弁だとこうだよとか、あ、ベリーっていうことよね、英語で言ったら、うんうんうん、とてもっていうのか、鹿児島だったらなんて言うのっていうか、ワッツか、あーですね、テゲとか、テゲ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 だと、あのテゲを2回言うとさ、まああのぼちぼちでいいがみたいな感じになっちゃうんですけど、す1回だったらテゲって言ったら、テゲフテみたいなこと言うと、テゲ大きいって、あ、テゲっていうのはですね、とてもっていう意味になるんですよ。あ、ワッツェもさ、お、分かってた、鹿児島人なのに、しーちゃん、あれ分かってますやー。分かってました。なのでテゲの使い方も1回ではとてもっていうね、はい、使い方になりますけど、2回だとまあまあでいいよみたいな。そうなんですね。そうそう、あ、分かってましたよ。分かってましたね。分かってました。そうそう、なのでね、沖縄弁講座も聞きたいですね。もうさ、何言ってるか分かんないもん、沖縄のおじいちゃんおばあちゃん。特におばあちゃん。そんなん言ったら、あの関東の方たちに、鹿児島の人たちなんて言ってるのか分かんないって言われるのと一緒ですよ。一緒ですけど、でも鹿児島の方がまだ分かりますよ。なことがありました。それは鹿児島だから、まあ、鹿児島の離島はさ、結構標準語で話すっていう方も多いんですよ、うん、なぜかって言ったら、同じ島民には遠慮なく島の言葉を使うけど、島以外の人だって分かった瞬間に丁寧に標準語を使うっていうね、うん、ことがあるみたいです。そうなんですね。お母さんは物知りです。あ、そうよ、ちょっと忘れないで言っとく、あなた、はい、宿題終わりそうな。終わりますよ。あなた成績大丈夫なの？大丈夫です、大丈夫です。皆さん、はい、大丈夫。これ以上成績が下がっていたら、この子はどうするつもりでしょうかね。大丈夫ですって。
信じなさい言ったからだ、はい、ということでマスター、あの2時間半もしかしたらあのシノの勉強タイムになるかもしれませんが大事に沖縄での2時間半を使わせていただけたら嬉しいなと思ってます。コロナ早くね収束してほしいですね。亡くならなくていい命がさ、やっぱり亡くなっていくのはさ、ニュースを見てていたたまれないよね。はい、ちょっとね、いきなり現実的にちょっと心の話をしちゃいますけどね、もうみんなさ、やっぱ仕事がないとか外に出れないとかさ、もう一緒じゃない。逆に仕事がね、今回も大変になった方もいらっしゃるし、もう命かけてさ、お仕事しないといけない方とか、学校に行くのもさ、制限されて大変な方とかも多い中でさ、もう何よりも亡くならなくていい命がなくなっちゃうのがね、辛いなと思って、まあ、とにかく沖縄に行く楽しみが増えて嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。ではそんな陽子でございますが、8月27日は陽子オフィシャル YouTube より生配信ライブを行います。先ほどもお伝えしましたが、場所は西福寺というもう世界的にも有名なお寺でございます。ホストバンドはイッシーさんがギターでサポートしてくださり、北園真由美さんがキーボードでサポートしてくださります。シノンは多分心の中で歌ってるよね。はい、歌ってます会場でね、あのとてもお寺の中が広いので、シノンも初めてじゃない、配信を見に来るのね。うん、初めてです。初めてだね。いつも学校とかね、なかなか来れないので、はい、いつも遅いので。そうだよね、そうそう、生配信ライブを家で見てくれてるのでね、シノンは、はい、なので生配信ライブを行っているカメラの後ろ側にシノンもおります。多分シノンがキャーよこーみたいな感じで、いやいやいや、桜やるでしょ絶対キャーキャー優勝言います。いいよ、ニノのニノのうちは持ってこい、うん、嵐のペンライト持ってこい。めっちゃ寂しくなりませんニノにヒゲ描いてやるひどいですね。ニノファンの方どう思いますか？すみませんでも私が一生懸命作ったうちわじゃ、あ、これもね、あのすごいの、わかりました、わかりました。3万1000回数、はい、あるよね、はい、3万回以上、あの24秒の動画がよ、私が一生懸命歌ってる動画じゃなくてよ、うん、その動画がですね、ぜひあの YouTube に上がってますんで、ニノ嵐ってなんか大好きだよみたいな感じでね、シノンが心を込めてなんか応援してるところを感激したお母さんがただ単に24秒上げただけでうちは作ったよっていう動画が3万回ね、再生されてます。あの周りにあるハートは私がつけました言葉返せばそれ以外ママですみたいなねいやいや、まあとにかくですね、あのそんなアホな親子がまた来週もお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん、バニラスカは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 バニラスカ宛にお願いいたします。お願いします。でですね、最後はですね、Can't Stop My Heart というドライブソングをお聞きしながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、冒頭に Believe は夏曲だって言ってましたけれども、シノンがね、はい、この Believe 実はね、私が観光 PR 大使を務めています鹿児島県垂水市の新しい道の駅浜平というね場所、マリンパークが撮影地となっております。子どもたちといっぱいね海遊びしたりマリンスポーツを堪能していて、とにかくね、垂水すごいじゃんみたいなね、楽しそうじゃんっていうのがね伝わる映像になっておりますので、そちらも YOKO ヨーコ鹿児島で公式 YouTube 出てきますんでチェックしてみてください。ではしーちゃん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週も夏休み、どんだけ宿題進んでるか報告するために出てね、出ますはいということで、皆さんがめちゃくちゃハッピーでありますように、陽子もシノンも祈ってます。では一緒にバイバイハッピー、チャン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 、いやいや、まだ終われないから、終われないからではちゃんと締めてね、はい、せーの、バイバイハッピー。